今回の企画はですね、レクサス LBX への懸念というところで、ブランニューで出てくるところ、出鼻くじいて申し訳ないけど、ちょっとここは気になるぞっていうところをね、いくつか、9点ぐらい、8点か9点上げていきたいと思います。6個か7個かな。1つ目ですけど、デジタルインナーミラーの設定がない。まあ、今回比較するにあたって、一応、今後フルモデルとかでなんか噂によると LBX 対応をしてくるであろうノートオーラですね、日産の。そちらをちょっと引き合いというか比較用にちょっとお話しさせていただくと、ノートオーラにはデジタルインナーミラー、インテリジェントルームミラーがセットオプションかなんかであったと思うんですよ。ノートもあります。 LBX はまあヤリスクロス同様ないというところで、まあ、車両が小さいからってとこでしょうけど、価格が多分400は超えるのであってもいいのかなっていうところで、まあデジタルインナーミラーあったらなお良かった。まあただドラレコミラーにはなってて、まあ言ったらドラレコ内蔵式なんですよ。の自動膨張ミラー。膨張か。自動膨張ミラーですね。膨張ってずっと言うと膨張ですね。自動膨張ミラーになってて、他のっていうとやっぱヤリスクロスとかと同じやつになってます。だからその辺で言ったらドライブレコーダーつけなくていいっていうところではメリットになりますよね。なんか車外とかで後付け感満載のドラレコつけるよりはいいです。ってことで一つ目はデジタルインナーミラーの設定がない。まあドラレコミラーにはなってるよって感じですね。自動膨張の。じゃあ悪い点、ちょっとここかっていう点二つ目ですが、オーダーメイド内装による超納期化というところで、まあ、ボスポークビルドでしたっけ？なんか自分好みの内装にできるっていう、それが今回の LBX 最大の特徴と言われております。ただ納期大丈夫そうってところで、 RX の F スポ系とか LX とかまだまだ納期やばいんですよ。あれで NX がだいぶ戻ってきたとはいえ、それでも250の4駆はオーダーストップ、つまり一部オーダーストップがかかってる中で、でよりこういう手のかかる車を作ってきちゃったと、レクサスさん。そう、これ手かかるでしょどう考えても。で昨今 LC の特別仕様車とか、まあ、トヨタだと LBX 以外、レクサス以外でトヨタブランドで言うと、まあ、アルファードベルファイアもなんか抽選販売になってたりするし、プリウスも反社さんによっては抽選なんですよ。僕が付き合いのあった、今後切ろうとしてる反社さんは、アルベルに関しては順番だったらしいんですよ。先着順でなんか枠決めて商談してたんですけど、まあ場所によっては抽選になっててみたいな。でアルファードにした人はもう納車始まってたりする人もいるけど、一方でベルファイアを選ぶとやばいみたいないう話じゃないですか。で、まあ、今回この LBX も反社によっては抽選になるのではないかというところで、まあ、買えるのどうなのよ問題ですよ。まあ、抽選販売とかが多くて、今輸入車に流れてる、マツダに流れてるって話は聞くんですよ、やっぱり。マツダは特に納期早いじゃないですか。で、結構内装の質感もレクサス並みにいいから、じゃあマツダ買おうって言ってマツダに流れてるって話もちょっと聞くんですよ。ってなった時に、オーダーメイド内装による超納期化はちょっと、避けられないけど、できればなんかもうちょっとうまくやってほしいというところで、まあ納期が怖いよというお話ですね。じゃあ三つ目ですけど、まあこれも盗難ですよね。これは、まあ、リセールがいいことの裏返しになると思うんですよ。まあ中古車、カーセンサーとかグーネットで見ても GLB、メルセデスのGLB と RX を同条件で比較したときに、100万円ぐらいやっぱ RX が高いってことは、それだけやっぱ人気がね、全世界中であるってことですよ。まあ輸出とか含めね。ってことは、盗難もあると。やっぱリセールがいい車、取られやすいっていうところで、レクサスはね、やっぱ盗難やばいです。RX、LX、LS、ES、IS、UX、NX などなど、様々なね、SUV や、何やら、セダンやら、レクサスの車って取られてるじゃないですか。で、しかも今、納期もやばいでしょ。だから、取られたら、車両保険が降りて、結局買い替えができるとしても、もう納期でそもそもダメ、
買えなくなっちゃって、でどうするって方もいると思うんですよ。だって納期に続いて盗難までされちゃったらってところで、もう僕のレクサスの営業さん、まあ、前も話しましたけど、レクサス RZ 見に行った時にもうなんか盗難諦めてるっていう話なんですよ。もう盗難対策についてはもう何をやろうと窃盗団が超えてくると。これは他のトヨタもそうです。もうメーカー側が諦めちゃってると。トヨタブランド、レクサスブランド限らず、もう盗難防止グッズとか入れてもどうせ純正だったら超えられちゃうでしょってところで、もう自分で守ってくださいねっていうなっちゃってるんですよ。社外品のセキュリティつけるとか、なんかハンドルロックとか物理的にやるとかってなったら、もうだったらそしたらアウディ Q2 みたいな輸入でいいじゃないですか。 LB レクサスじゃなくて輸入車の方がやっぱセキュリティも強いしってところで、強セキュリティの輸入車を選んじゃうっていうところで、これもやっぱレクサス最近ちょっと離れちゃってる要因の一つになってるんですよ。やっぱりレクサス離れとか言われてますけど、やっぱりそうなんだよね。取られることがもう怖くてひよっちゃって買えないっていう人もいると思う。あるいはレクサスから乗り換えるときに、じゃあ次はマツダにしようとか、まあ言っても取られてもすぐ来るしってところもあるし、あと強セキュリティの輸入車とかね、まあ、マツダはそもそも取られないしね。国産でもやっぱトヨタはね、群抜いて取られますね。一時ベゼルとか昔のスカイラインとか入ってたりしたけど、今もうトヨタですもんね。まあ、レクサス含めもうトヨタしか取られる車はないというところで、まあ、この盗難問題もちょっと LBX 確実にやばいと思います。まあ、レクサスってだけで取られやすいイメージになっちゃってるから、まあ、これはちょっとどうにかしていただきたい。価格で言うとそれこそハリアーとかと同じくらいってことは、まあ、それ同様の取られるリスクがあるってことで、まあ、ぜひ今後購入を考えられている方は車外のセキュリティ、純正は多分もう機械つないだらもう一発アウトになっちゃうと思うんで、じゃなくて車外とか物理的なセキュリティをつけていただいた方がいいかなと思います。じゃあ4つ目ですが、グレード体系がアーバンとかなんかアクティブみたいな、なんか新しくなってることによって、ちょっとどれ買えばいいかがわからないというところですよね。まあボスポークビルドでそれこそ内装とかも変えれるけど、例えば今までだったら F スポのフレアレッドの三眼買っときゃ間違いないよだったのがでまくれびつけてみたいな、ホワイトノーバでみたいないう条件買っときゃリセール間違いなかったのが、リセールを気にしてねレクサス選ばれてる方がちょっとどう選ぼうっていうところですよね。選び方がちょっと難しいというか、これはちょっとどうしようもないのかなと思うけど、まあこれもグレード体系が変更されてちょっと複雑になってるっていうところで、 LBX 選び方問題はありますよね。まあ僕がね今後、まあ、ディーラーさん見に行った時にどういう仕様だったかっていうお話もねしようとは思います。あのディーラーでね見てきたレポみたいなのをやります。まあ撮影はあそこの反社さんはもうトヨタ含めできなかったそうなので、もうちょっと新しい反社さんと付き合った方がいいのかなとも思いつつ、とりあえずレクサス LBX、LMGX については今の営業さんとお話ししてもその約束をしているので、口約束ですけどね、もちろん、まあこれはお話見に行く予定でございますので、ぜひ期待していただけるといいと思います。じゃあ5つ目の不満っていうか懸念ですが、実はこれシートベンチレーションなしの可能性が急浮上というところで、最初のねティザーのところでシートベンチレーションの画面あったじゃないですか。ついてんじゃねって思ったでしょ皆さん。なんかどうやらポーランド仕様かどっかの仕様がないっぽいんですよ。ポーランドかどっか忘れましたけど、なんか海外仕様、輸入欧州仕様ではないらしいんですよ、ヨーロッパ仕様。これ結構実は痛くてですね、そしたらそれこそね、まあ、今後の不満、この後の不満もありつつ、アウディ Q2 とかね、まあ、盗難問題も考えたら買った方がいいじゃんってなったりするし、まあ、そうするとそれこそノートオーラあたりもいいわけですよ。別にリセールもいいし、なんなら車高もこれよりもハッチバックだから低いというところで、より車庫のね安全マージンが取れるっていう意味でもノートオーラの方が
いいじゃんってなっちゃう可能性があると、まあ、パワーシートはつくとはいえ、結局のところベンチレーション欲しかったけどこれないんだったらどうしようってなりますよね。ね、どう思います皆さん。だからね、これは本当に、まあ、ベンチレーション国内仕様はどうしてもついてほしい。今の日本のね気象状況を考えるとね、夏暑いじゃないですか。ベンチレーションあるかないかって結構重要なので、僕の中で暑がりだしね。ってところで、まあ、ベンチレーション欲しいですねってところ、まあこれはヨーロッパだけでってお願いします、頼むからってことで、まあ、シートベンチレーションがなくなる可能性、非設定の可能性が出てきてしまったと。悲しい。じゃあ6つ目に悪いポイントですが、メーターがまだまだ発展途上ってところで、まあ、それこそさっきも一応ライバルになりうる車として日産のノートオーラ上げさせていただきました。ノートオーラのメーターはもうすごいんですよ。まあ、これも同じ 12.3 インチですけど、ノートオーラのメーターすっごい情報も整理されてるし、まあ、セレナとかエクストレイルでも採用されてる。で、地図もすごい本格的なものが見れるんですよ。こんなね、しょっぽい地図じゃないんですよ。で、まあ、車両の情報画面とかで車のマーク出てくるんですよ。ノートオーラとかね、のね、イラストが出てくると、まあ、エクストレイルだったらエクストレイル、アリアだったらアリア、セレナだったらセレナってね。まあそうですけど、まあそれによって異なるけどね。そう、なんか給油後平均燃費かなんか出るじゃないですか。そういう、その画面で、そういう結構ね、いいね、演出があったりするんですよね。で、あとオープニングサウンドもついてるというところも考えると、意外とノートオーラ、インフォテインメントで言ったら LBX 超えてるんじゃね説が、LBX、ノートオーラにインフォテインメントだけは負けてる説がね、結構急浮上してきてると。まあ、これはね、昨今のやっぱトヨタレクサスのメーターあかん問題、まあ、これも改善されたとはいえ、クラウンのやつでちょっとね、まあ、まだまだね、その日産のものに比べると、ちょっとが足りないというところで、このメーターはもうちょっと発展途上なので、地図がね、もうちょっとよく、いいものになってたりとか、なんか視認性の向上とか、なんかその、していただけるとね、なんか情報のもうちょっと整理されたらいいかなというところで、まあ、メーターをね、より、いいものにしていただけると嬉しいなというところで、最後7つ目の悪い点、まあ、これ実はめちゃくちゃ長いのでスライド分かれてるんですけど、このやっぱり触れないわけにはいかないオポンチナビゲーションシステムですね。まあこれのナビの不満をね上げたらキリがないですけど、不満を上げる前にやっぱりノートオーラのメーターに加えてナビもやっぱすごいいいものを使ってると、まあ、例えば逆にこのトヨタのナビのあかんところとしては、まず1個目としては到着予想時間、ここに隠れてます。この交差点とかの、あとジャンクションとかの割り込み表示で、到着予想時間が隠れちゃうというところで、信号待ちになるじゃないですか。右折とかするときって。で、ちょっとナビ見ようっつって、到着予想時間隠れてるで、バツ印を押して、あ、この時間なのねっつって、ピッてオンにし、また交差点を拡大図出さなきゃいけないって、くっそめんどいじゃないですか。パッと一目で見えるようにしてほしいと。これはやっぱ日産ノートオーラのナビはすごいよくできてて、こんなおポンチな表示はしないと。まあ、これはちょっと一例でボクシーの画像なので、当該車種とは異なりますがね。で、まあ、あと不満で言ったら、この高速のパネル表示の予想通過時間が出ないとか、これもやっぱりノートオーラは出てます。で、同じトヨタレクサス車でも、ボクシーとクラウンは出るみたい。RX とか LS はまだらしいので、なんかね、車種によってその辺もまちまちなんだよね。これも、まあ OTA で、なるべく全車種、それになってから LBX 出てほしいなっていうところですよね。あとはこのエネルギーフローがしょっぽい、なんか理科の実験だの、ディアゴスティーニだのなんか言われてるやつっすよ。これも僕、個人でね、こっそり周りに、エクストレイルとクラウンのエネルギーフローの画像を比較させてみて、どっちが高級車だと思うっていう質問したら、みんなまんまとエクストレイルを指しました。クラウンとエクストレイルって200万違うんですよ。200万エクストレイルの方が安いのにもかかわらず、エクストレイルの方が高級車のエネルギーフローしてると。ってことはやっぱりエネルギーフローについても、やっぱ日産のものはよくできてるけど、トヨタはやっぱダメってとこですよね。
この辺のインフォテインメントはやっぱ日産に負けてると。これちなみにプリウスのエネルギーフローですけど、まあ多分似たようなものでしょう。ボディが全然出てこないと。これノートーラはやっぱ出てますからね。ノートーラって300万円台前半でしょ、あれ買えるのって。まあこれもやっぱライバルに比べて大幅に劣ってる。で、あとまあ最後にこういうところも言っていこうか。これ今ヘイトヨタの、シエンタのヘイトヨタの画面ですけど、ここに、オーディオの選択画面になると、ここにあったショートカット、現在地とかのが消えて、バツ印がこっち側にある。これボクシーはバツ印がこっちに来たけど、ショートカットが消えるのが問題なので、アップデートを履き違えてると。まあこういうのも日産はないですしね。なんならノートオーラのやつってまだ物理ボタンでいろいろ残されてると。で、セレナも当然その辺はしっかりできると。エクストレイル以降の、ウィジェットとか出てるやつもしっかり出てると。あとはオーディオ情報と地図を、日産、これセレナのナビですけど、これ FM のね、周波数出てるでしょ？ FM ですよね、これ。メガヘルツは FM だよね。 で、地図、ここにね、しっかりみなとみらいの地図出てるでしょ？これが同時に表示できるけど、日産、トヨタのやつだと、例えば、なんだ？ミセスグリーンアップル聞いてるけど、何の曲かなって思って、ナビの画面見てもわからないと。要はオーディオ画面にしないと何の曲かがわからないと。矢島美容室の曲聴いてるけど、あれこの曲なんだっけと思ってチラッて見ても、地図画面だったらわからないというところで、まあこのオーディオの情報を地図と表示できないっていうところもポイント。あと地図の2画面表示もできない。あと、まあこれ昔からなんですけど、ジャンクションビューもやっぱ日産党の人間から見た時にちょっとしょぼいなと。あっさりしてると。日産のあれ演出すごいいいんですよ。だからこの辺の表示のアルゴリズムは日産車すごいなって改めて思いましたね。で、しかもこの新しいナビになったことで、ウィジェットみたいな感じで表示もできないと。日産のはノートオーラはできないけど、セレナとかエクストレイルのやつって、これ地図を半分ぐらいにしてウィジェットとかで日産コネクトの情報だの、なんか時計だのいろいろ表示できるんですよ。まあ、この辺の画面のカスタマイズ性とかも考えると、やっぱ日産の方が優れてるかなと。このナビについては今後もちょっとトヨタ車は不満が残るかなと。このナビとメーターがもう本当不満多数の大部分を占めてるかなと。あと、まあ盗難問題とかね。まあ、でも結局その LBX に関して不満になるところって、結局だからさっきも言った通り、トヨタ車特有の問題、全般に言える問題なので、まあこれが一気に解消されればもっといいのになっていうところっすよ。納期とかもそうですよ。クラウンとかもオーダーストップ、アルファード、ベルファイアもオーダーストップ、ナビもメーターもクラウン、アルベルと一緒。盗難問題だって同じですよ。まあこういったところを結局改善しないといけないなっていうのは、改めてこのトヨタの車の動画を作って思いましたね。まあ異論は認めると。もっとちょっと紹介してほしい、これが嫌だっていうところもあるし、そう、このナビのね、表示のアルゴリズムは、日産、これセレナのナビ、まあ、オーラはね、若干違います。まあ、アウトランダーとかと一緒なんですけど、リーフとかと。まあ、でもリーフのナビも、あれ、2020年ぐらいから出てるナビなんですよ。ってことは、オーラも当然それぐらいのナビをそのまま使ってるわけで、まあ、オーラ用にね、ちょっと機能入れたりとかしてるとはいえね、EV 機能省いたりしてるとはいえ、でもね、そう、オーラ、そういうとこっすよ。その2020年のナビに、22年とか21年の車のナビが、まあ、ほぼ22年ですよ、これ。NX、ボクシー以降なんで、22年以降のナビが負けてるっていうところも問題なわけで、まあ、この辺のナビの本当表示はどうにかしてほしいというところで、もうナビ問題すごい長くなっちゃったということで、もうここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。